皆さんこんにちは。田村正和さんは古畑任三郎シリーズなどで知られる俳優ですが、2021年4月3日に亡くなっています。ここでは田村正和さんの若い頃から現在までの活躍や私生活について深掘りしてみたいと思います。田村正和さんは1943年8月1日生まれ、京都府京都市右京区の出身です。田村正和さんは1960年代から活動する日本の俳優です。歌舞伎俳優として活動した坂東妻三郎さんの三男で、ご兄弟には田村貴博さん、田村亮さんなど共に俳優として活動されている方たちがいます。俗に田村三兄弟と呼ばれていますが、次男の田村利馬さんと合わせて田村四兄弟とする場合もあるそうです。1961年の映画「永遠の人」でデビューをし、以降テレビドラマ映画などで活躍しました。代表的な作品には「眠り狂四郎」「古畑任三郎」シリーズ「パパはニュースキャスター」「ニューヨーク恋物語」「杉氏妃のセレナーデ」などがあります。シリアスからコメディ路線まで幅広い役柄をこなす俳優です。田村正和さんといえばどんなイメージを持つ方が多いのでしょうか。やはり近年のヒット作古畑任三郎シリーズのイメージが強い人も多いかもしれませんが、田村正和さんは1960年代から活躍している俳優さんで、さまざまな作品に出演されています。俳優業を中心に活動する田村正和さんはそれ以外のメディア露出がめったにないため、ドラマ出演がないとお目にかかる機会も少なくなります。2010年代中盤、1年に1、2本というペースで作品には出ている感じのようですが、2013年11月12日に突如死亡説が流れたことがありました。事務所はその日のうちに、体調に問題ありません、本人も驚いていますと完全否定しましたが、一部スポーツ紙の取材に、この2年ぐらいこれでおしまいかと思ってやっている、いや本当に一作一作大事にしないとと思いながらやってますね。仕事を1年やってないと怖い、2、3年前から声変わりしましてね、声がかすれて出ないんですよ。声が出るかなとか、滑舌が悪くなったらどうしようかとか考えますねと漏らしていたことも噂に拍車をかけました。その後は2014年、2015年、2016年と1年に1、2本ペースで単発2時間枠などで出演しています。田村正和さんは2016年3月放送の松本清張ドラマスペシャル地方紙を買う女作家杉本貴春の推理以降はまた少し俳優業からも遠ざかっていましたが、2017年4月に激痩せしているという週刊誌報道がありました。記事では田村正和さんのレストランにおける目撃談や心臓手術をしていたのではという噂が紹介されるなど、やはりその体調面を懸念するような内容でした。田村正和さんは直撃取材に対応し、体調不良、病気説を一周しました。冠動脈性心疾患、心臓のステント手術をされたとお聞きしましたが、という問いに対して田村正和さんは丁寧に対応しています。少し間を置くと、いいえとだけ答えたそうです。そこで激痩せぶりについて聞いてみると、田村正和さんは次のように続けました。よく言われる、体重も下がったしね、今は52キロぐらいかな。年を取ると痩せる人と太る人がいるでしょう。俺は痩せたんだよねと答えました。痩せただけと答えた田村正和さんは2017年の当時で74歳になります。かねてから声がかすれた、これでおしまいかと思いながらやっているなど、俳優業からの引退を示唆するようなコメントを出している田村正和さん、当時すでに70歳を超えており、俳優業から引退する日もいつか来るのではないかとファンは感じていたことと思います。田村正和さんは今後の引退の可能性についても直撃取材の中で回答していました。記者は、これからもずっと俳優業を続けていきますかと聞きました。田村正和さんは、言葉少ない、いやそんな気はありませんよと答えました。驚きを隠せない記者が、ではいつまでと返すと、苦笑しながら、そっちで決めてよと答えたと言います。私はずっと見ていきたいですと記者が話すと、そうでももう十分にやったよな、いろいろやらせてもらったからね、十分やってきたからと自身の引き際について模索しているようだったといいます。
俳優業についていろいろやらせてもらったと語る田村正和さんは、2017年の時点で引退をほのめかすコメントをしていました。また当時、合わせて今後公開される作品の撮影に入っていることも明かしました。こちらは2018年2月17日に放送された眠り狂士郎ザ・ファイナルの撮影だったようで、田村さんは主演を務めていました。そして2018年4月、田村正和さんがまた引退をほのめかす発言をしました。実は田村さんはごく一部の人にだけ芸能界引退を告げているんです。直接的なきっかけとなったのは今年2月放送の眠り狂士郎ザ・ファイナル。視聴率も全く振るわず、納得のいく演技もできなかった。これ以上俳優を続けるのは美学に反するという気持ちのようですと実情を知るテレビ局の関係者は語ります。自分としてはもう十分にやったなと。眠り狂士郎は20代で初めて出演して40代50代とやってきた。でも2月のザ・ファイナルでは完成前の試写を見て、これじゃダメだなと痛感したんだ。オンエアを見る気にさえならなかった。自分にしかわからない、これはもうわかんなという感覚。後にこの引退宣言は現実のものとなりました。田村正和さんが主演を務めた2018年2月17日放送眠り狂士郎ザ・ファイナルの視聴率が振るわず、もう俳優として限界を感じていたようです。しかし別の関係者の情報によると、大声を出すことも困難であり、体調不良も引退の原因になっていると憶測されています。2013年には死亡説が流れ、自宅に報道陣が集結しましたが、結局これはデマでした。しかし以前のように声を張り上げるのが困難になっていたようです。インタビューでは近づかないと声が聞き取れないと、周囲も体調を心配していたそうです。そうした中、ひっそりと身を引いたのは田村正和さんの流儀だったのだろうと推測します。2017年頃から体調が心配されていた田村正和さんでしたが、2019年6月になると心臓の病気の手術をしていたことが判明します。2年前の取材で、心臓の手術はしていないと語っていた田村正和さんでしたが、姿を消している間に治療を済ませていたのだそうです。田村正和さんの死因については心不全と報道されているのみで、2月には風邪をこじらせて検査入院していたことも明らかになっています。また時期的に新型コロナ感染ではと疑う声もあるようですが、 PCR 検査は何度も受けていたので違うようです。田村正和さんが所属していた新和事務所の関係者は日刊スポーツの取材に応じ、生前の田村正和さんの様子を明かしました。同年2月に電話で連絡をした際、田村正和さんは風邪をこじらせた様子で検査入院すると明かしていたといいます。咳が出ていたといい、空咳なんだよねと話していたそうです。同月中に入院後はリハビリをしていたとされ、最後に話したのがその2月の電話でしたが、元気な様子だったので驚いています。奥さんも全くいつも通りの様子でした。そういうことになるとは全く思いませんでしたと振り返りました。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。